このアリナミンのシリーズっていうのは誰もが知っている商品じゃないですか。だからもう本当に嬉しかったんですね、 CM キャラクターをやらせていただけるっていうのが、はい、でもそれと同時にこうきちんと顔としてしっかり臨まないといけないなっていう緊張感もありました。このパジャマ姿、はい、本当にキュンキュンしてしまいますねありがとうございます。あの撮影でこうパジャマを着て、はい、ベッドでっていう撮影もあまりないじゃないですか。そうですね、はい、でしかもスタッフさんが本当に居心地のいいお部屋のようなセットを組んでくださったので、はい、心からリラックスして撮影に臨みましたね。そして今シーン出ていましたけれども、今度は朝起きたシーンはもう思い切りベッドの上でジャンプされてましたけれども、はい、すごく楽しそうな表情をされてますよね。ああやって飛び込むだとか飛び跳ねるとかはしゃぐことがすごく好きなんですけど。あ、お好きなんですか。そうですね、うん、なんですけども、あれは 1,2,3 っていうのをスタッフさんと掛け声を合わせてこう息を揃えて撮影をしたんですよ。お願いします。はい、愛犬と戯れるです。なるほど。やっぱり癒されますか。そうですね、私犬がすごく好きなので、はい、やっぱりこうキャンキャン寄ってきてくれたりとかすると とてつもなく心地いいというか、可愛くてしょうがないです。いや、本当幸せを感じる瞬間かもしれませんね、はい、あのワンちゃんに向かっていろいろ話しかけたりされるんですか。そうですね、会話してます。例えば例えばですか。え、何が欲しいの。これダメとか。可愛らしいですね。ありがとうございます。恥ずかしくないですか。いやいや、可愛らしいです。チワワとチワワとトイプードルのミックス犬です。いくつぐらい。チワワは6歳でミックスの方は1歳です。結構あの、お家には帰ってそのワンちゃんと一緒に過ごすっていうことあるんですか。時間があったら帰りたいと思っているし、あとなかなか帰れないときは母親に写メを送ってもらってそれで癒されてます。どうしようかな。あのずっと大学の友達と旅行に行きたいねっていう話をしているんですけど、実は実現していないので、今年こそどこか旅行に、海外なのか温泉なのか分かんないですけど行きたいですね。なんかハワイとか。でもご飯食べるのもすごく好きなので、アジア料理が美味しいところ、タイとかそういうところもいいですね。